はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の秋晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてね、この動画、このチャンネルがたくさんのね、白血病患者さんに届きますように、今のうちにね、いいねとチャンネル登録をね、よろしくお願いします。たくさん届きたいね、みんなで頑張りましょうということでね、よろしくお願いします。はい、ていうか、まあ、とりあえずとんでもないとんでもなくね、この信じがたいタイトルから始まってるんですけどもね、回り回って稀に死をで白血病になってしまう可能性があるんだよというお話を知ってしまったんです、ね、でもね、これ死をって体にとってはとっても大事なミネラルですから必要なんですよ、うん、しかしなぜそれが原因で回り回って白血病になるという可能性があるんでしょうか、ね、大変ですよね。でもそれにはね、複雑な細かい理由があったんです。複雑な細かい理由、うん、回り回って、うんね、大変なんですよ。でもね、強く言っておきます、それは稀なんですよ、稀ですよということなんです。でもこれまでにね、突然にですね、白血病になってしまった多くのね、人たちがですよ、ね、たくさんいらっしゃいますよね、大変なんですけどもね、まあ、その人たちがですね、死を原因でね、白血病になったとね、診断された人はね、いないに等しいですので、ほぼほぼ考えられません。でも、回り回ってという言葉がね、くっついてきているのでね、可能性はなきにしもあらずなんでございます。はい、じゃあ今日はね、そんなお話をさせてもらいます。まあね、その回り回るまでにね、それなりに道のりがあるわけでございますよ、うん、でね、その今回のお話のスタート地点ね、回り回る前のね、スタート地点ですよ、どっから始まってんというところがですね、なんとね、糖尿病なんです。糖尿病ね、糖尿病と僕が言うとですね、おいおい、また糖尿病の話かよってね、思うんですけどもね、まあ、とりあえず今日も聞いてください。はい、では始めていきます。糖尿病の治療薬にですね、最近世間を騒がせた痩せる薬と称された、出回りすぎてしまって品薄にもなってしまった SGLT2 阻害薬、 SGLT2 阻害薬というものがあります。これをね、病院から飲んでくださいね、飲むようにしてくださいねとね、言われたとある患者さんが多血症になってる可能性があるよと、あなた多血症になってるかもしれないよというね、健康診断で、会社の健康診断で言われた方がいらっしゃるんですけど、その人のお話から、このままでは回り回って白血病になることもあるんだよとね、いう仮説が立てられたお話を知ったんですよ。周りくどいなって感じなんですけどね。そんなお話があるんです。あのね、多血症というのはね、簡単に言うと、貧血の逆でございます。貧血の逆ね。貧血。ね、貧血って皆さんご存知でしょう。貧血っていうのはですね、赤血球という血液細胞が少なくなってしまって、酸欠状態になってしまう状態なんですけどもね、状態を表すんですけどもね、多血症というのは逆に赤血球が多くなってしまって、血液中の濃度がね、血液自体がもうドロドロになってしまって、血栓ができてしまうかもしれないという状態なんですよ。大変でしょう。だからね、これね、一見ね、赤血球が多いから、いや、酸欠にならへんから別にええわなとね、思うんですけども、逆に、血液がドロドロになってしまうからですね、これはこれで危ないんですよね。だから、まあ、血液中のね、血液成分、血液細胞のね、中のね、バランスっていうのもね、大事になってくるんですけども、まあ、めちゃくちゃ危ないんですよ。でね、その
多血症というのはですね、血液中の赤血球の濃度が高くなる病気でございます。血液のね、粘性ね、粘りますよ、粘性が高まることで、血行の悪化というのをね、招きます。血液の流れが悪くなることを言います。で、そうなると脱力感、疲労感、頭痛、ふらつき、めまい、視界の歪みなどね、症状が現れるんですよね。もう貧血と一緒やんって感じだね。でもね、現れてしまうんですよ。で、さらに赤ら顔でしょ、顔がパッと赤くなってしまうとかね、赤血球と赤色ですからね、パッと赤くなってしまうんですけども、あとは目とか口の中のね、粘膜の充血、お目目がぐわっと赤くなってしまったりとかね、などが見られたりすることも多いですし、で、皮膚のかゆみの他にもですね、肝臓とかね、脾臓がね、腫れることもあります。ね、肝臓、脾臓、とりあえず怖いんですよ。で、そんな多血症が進行してしまうと、血液が固まりやすくなったりするためにですね、血管内に血栓ができてしまう。そうすると、心筋梗塞、脳梗塞、肺塞栓症、肺の塞栓症ね、などのね、発症のリスクが高くなってしまいます。で、多血症のね、タイプによってはごく稀にですけども、このままいったら白血病に進行することもあるんです。ここなんですよ、ここ出てきましたね、白血病。でもこれは多血症からの白血病っていう説明じゃないかってね、なるんですけども、この流れというのは、多血症になってしまう前から続いておりますよね。ね。多血症になる前に、SGLT2 阻害薬というのを飲んでいます。はい。糖尿病なんで、糖尿病やったらね。で、ここにポイントがあるわけなんですよ。で、別にね、今言ったね、SGLT2 阻害薬自体は、悪いものでも何でもないんですよ。糖尿病の薬だということをね、皆さん忘れないでください。はい。ね。で、そもそもその SGLT2 阻害薬というのはですね、その SGLT2 阻害薬の SGLT というのはですね、ナトリウムグルコースや、強薬輸送体っていうんですかね、字幕入れときますけどね、ナトリウムグルコース強薬輸送体というね、呼ばれるタンパク質の一種なんですよね。SGLT っていうのはですね、はい、タンパク質の一種なんですよ。で、ナトリウムはグルコース、ブドウ糖を細胞内に取り込む働きをします。はい、ナトリウムはグルコース、ブドウ糖を細胞内に取り込む働きをします。SGLT2 はその中でもですね、腎臓の筋異尿酸管という部分があるんですけどね、そこを原極とした部分に存在してるんですよ。だからね、SGLT2 というのは、尿細管にあるんです。で、その SGLT2 阻害薬っていうのはね、その働きを阻害することで、ブドウ糖の再吸収を抑えて、血糖値を下げてくれる薬なんですよね。ちょっとね、細かいでしょ、今日のお話で難しいんですけどね、ちょっとこのまま聞いてくださいね。で、この薬というのは従来のね、糖尿病の薬のようにですね、インスリンを分泌させる、膵臓を、薬を飲むたびに刺激してあげて酷使させることがないんです。だからそのために、膵臓に優しい糖尿病薬として高い評価を得ております。はい、これまでの薬よりも優しいんだよということなんですよね。しかしその一方で、血管からね、水分を排出させて、見かけ上ね、血液中の赤血球の役割を大きく見せる役割がある場合があるんですよね。ということなんですよ。だからね、赤血球が多いというふうにね、なってしまうんですよね。水分が抜け出しちゃうからね、糖の吸収を避けるために、水分を抜け出すんですよ、血管の中から。そうすると赤血球の数がやっぱり割合的に多くなってしまって、ドロドロになってしまうと、ね、いうことなんです。それが多血症の原因となってしまうことなんですよね。で、そんなことがね、糖尿病の治療薬でもですね、起こってしまう、稀に起こってしまうわけなんですけども、このようなことって実はね、
塩でも起こってしまうんですよね。まあ、塩分ですよね。塩分ね。塩分を取りすぎたら、ね。ということなんですけどもね。まあ、取りすぎなければ、肝臓にも、脾臓にも、膵臓にもね、影響はありませんので、塩が悪いものでもありませんし、むしろ必要なものなので、ある程度はね、ある程度はね、摂取してください。ね、必須ミネラルなんでね。で、そんなね、塩の化学式というのはね、NaCl ですよね。ね、これね、中学校で習いましたよね。NaCl。ナトリウムと塩素の化合物でございます。はい。ナトリウムというのがね、グルコースを取り込みやすいというね、ことがね、まあ、このようなその SGLT2 阻害薬でもね、行われやすいということはですね、そもそもの塩分過多でも起こりやすくなるということとつながることが言えるんですよ。言えることから回って、稀に白血病ともつながってしまうんだよということも、稀にですけども言えるのではないのでしょうか。無理やりすぎるこじつけですけどもね。はい。だからまあ塩分のね、多い食事をとると、結果的に糖尿病につながって肝臓にも膵臓にも脾臓にも悪くなるよということなんですけどもね。まあ、それが周り回って白血病にもなるよと、白血症にもなるよということなんですよ。まあね、何でも取りすぎはいけないんですけどもね。でも最後に言いますけども、塩自体が悪いわけではございません。ただただ取りすぎなければ体にいいものですのでね、皆さんバランスの良い食事を心がけてください。はい、ね、最後はね、もうゆるく薄いね、説得力になってしまいましたけども、はい、体のためにね、取りすぎないようにしましょう。はい、でもとね、ちょっと取ってくださいね。はい、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。チャンネル登録もお願いします。白血病患者さんに届け。